Now listening to Friday speakers. はい、VR ステーションブルーム副部長のレイブンさんと電話がつながっています。お忙しい中ありがとうございます。たまらないです。ありがとうございます。よろしくお願いします。そうです。まあ、12月にで、実はゲスト出演していただいたブルーム部長のイエノボーディさんが話していました。VR 空間の中で、開催したその1月11日のバーチャル成人式、大盛況でしたね。はい、大盛況でした。私も参加させていただきました。はい、で、バーチャルテレビ塔の上空でみんなで、その打ち上げ花火を楽しんだっていうのはすごく楽しかったですね。はい。はい。まあ、これは新成人の瀬戸さんが企画して、ブルームのメンバーを中心に、その有志で、まあ、開催したってことですけど、まあ、レイブンさん、はい、この成人式を行ってみて、どんな感想をお持ちですか？はい。いや、本当に思ったよりいろんな反響をいただきまして、実際にメディアさんにも取材していただいて、NHK 北海道さんだとか、ニュースゼロさんだとかで、テレビに実際に、バーチャル成人式の様子が、そうですね。放映されるという反響がありまして、すごい驚きましたね。本当最初企画した時はこんなに大きくなると思ってなかったので。そうですね。はい、始まる前も、放送されてましたけど、終わった後もね、結構。はい。そうですね。終わった後もすごい、反響が未だに続いてます。はい。これクラスターっていうところでやったんですけど、やっぱり VR 機器がなくても、そのスマホでも入れるっていうところがポイントですよね。そうですね。そこが大きかったですね。本当、新成人の方でもやっぱ VR に触ったことがないっていう人も多いので、スマホでそういうのに触れられるっていうのは、すごい、入りが、敷居が低くなるという面ではすごい良かった。そうですね。で、延べ参加者がなんか800人を超えたっていうことで、すごかった。あ、そうですね。で、やっぱり、こういう VR のことをですね、このバーチャル成人式ってことで、広く、なんか VR でこんなことができるんだってことが知れ渡ったことがすごい大きいですね。そうですね。それからやっぱり企業に頼らないで、やっぱり若者たちだけの有志で実現したっていうことがすごい、僕はすごい意義があると思います。はい、いや、ほんと、てんやわんやでしたけどね。はい、直前までどうなることやらって感じでしたけど、まあ、で、なんとか、成人式の交付もがまだ収まらないうちにですね、実は、はい。来月の2月4日から、バーチャル雪祭りの開催するということで、はい。準備中だようですけども、このバーチャル雪祭り、はい、どんなものになるのか、説明してください。そうですね、はい、バーチャル成人式も、バーチャル大通公園の、VR の世界で、そうでしたね、イベントを開いたんですけど、ね、うん、そうですね、それを雪祭り仕様にしまして、雪像を、全国から募集した雪像を、常設のバーチャル大通公園に置いて、皆さんに、見ていただくっていうようなイベントですね。はい。あと、コンテストも行う予定です、雪像の。うん、まあ、残念ながら、リアルな雪祭りっていうのが中止になってしまったんで。あ、そうですね。まあ、札幌市の方がオンラインで、雪祭りするってことですけど、今回はこのバーチャルですから、バーチャルリアリティの空間の中に、その会場を作って、雪像を置くということが、すごいですよね、はい。はい、そうですね。まあ、実はその札幌の雪祭りっていうのは、1950年に中高生が大通公園に雪像を作ったっていうところが始まってるんで、今回は中学生、高校生、大学生が中心になって、企画運営してるっていうことで、まあ、私にとってはですね、はい、実は、雪祭りの原点回帰だっていうふうに思ったりもしてます。あ、そうですね。まさに僕もそれを考えてまして、今回の、バーチャル、雪祭りでも、学生が最初の、雪像を何体か、大通公園に設置して、そこから、新たな、雪祭りの歴史が始まるというような、演出にしたいなって。はい。そして成人式の場合はクラスターだけでしたけども、今度はさまざまなプラットフォームで、やった、その雪祭り関連のところがつながるみたいな感じのイメージもありますよね。はい、そうですね。今回はクラスターのみならず、VR チャットだとか、あと、共同作業で、雪像が作れるネオス VR だとか、あと、マイクラですね。マインクラフトという、子供たちに大人気の、はいはい、みんなで一緒にものづくりができるっていうゲームがあるんですけど、ね、そちらで、子供たちでも参加できる、雪像共同制作ワールドみたいなのを、作っ
して、そこに雪像をどんどん作ってもらって、で、将来の新たな 3D クリエイターを発掘するようなイベントにしたいな。はい。まあ、クラスター自身も、本会場の他に、個人でもね、いろんなワールドを作ってる人たちがいるんで、そこにも繋がっていくといいですね、はい。そうですね。そういった個人のワールドさんを、ポータル、メイン会場のにリンクを設置して、いろんなワールドに飛べるようにして、雪に関するいろんなワールドをどんどん追加していって、そこでツアーができるような感じでもしようと思っています。はい。はい、そしてやっぱり、豪華ゲスト陣がすごいですね。今回。はい。ボランティア参加していただけるということで。はい。はい。そうですね。雪像の、見るイベントだけじゃなくて、はい、ライブイベントも。はい。まあ、本当の雪祭りでもライブイベントとか、ね、ステージでやってますけど、はい、まあ、それと同じように、有名な VTuber さんだとか、某議員だとか。まあ、そういう面白い人たちを集めて、ライブイベント。VTuber さんもいらっしゃいますからね。はい。はい、そうですね。ライブイベント会場また別に作って、そちらで、ライブイベント、開会式のオープニングセレモニーだとか、あとはライブイベントだとかもやろうと。はい。なんかすごい参加してくださる皆さんが豪華なんで、はい、すごいなと思って見てますけども、はい。はい。はい。今回やっぱその、雪祭り中止になって、それをバーチャルで、復活させたいっていうのも、そういう心意気に賛同して、共感してくれた、VTuber の、有名な VTuber の方が、いろいろ仲間を集めてくださって、はい、それですごい豪華な映画になってて、もうなんか僕らもめちゃくちゃ驚いてます。いつの間にこんなすごい人来たのみたいな状態になってます。はい。そして、先ほど2月4日から始まるっていうことでしたけども、はい。2月いっぱい開催っていうことでしょうか？そうですね。2月いっぱい開催にして、最初は雪像少なめになるかもしれないんですけど、結構日程冷たいなんで、だんだん雪像が増えていったりだとか、あと学生が、こういう雪像を作りたいっていうのを、まあ、スケッチでこう、ワールド会場に置いて、それがだんだん出来上がってくるみたいな、そういう演出もしたいな、というふうに思ってます。はい、あと、フォトコンテストもやるんですか？はい、そうですね。その、雪祭り会、バーチャル雪祭り会場で写真を撮ってもらって、それの写真の、出来具合というか、まあ、いい感じの写真かどうかっていうのをコンテストで、やるような感じですね。はい。はい。そして、過去の実際の雪祭りの会場を、バーチャル空間で見るっていうような、そういうサテライト会場なんかも設けるんですよね。あ、そうですね。まあ、僕が、スタッフをやってるドライブさんだとか、はい、まあ、他のコワーキングスペースさんに協力していただいて、そちらに VR ゴーグルを実際に、レンタルするような形でこう置いて、バーチャル雪祭り会場に行けますっていうような、まあ、リアルとも連動したイベントにしたいなと思ってます。はい、そうすれば、密も避けられるので。そうですね。はい。まあ、開催まであと2週間。とても楽しみです。はい、まあ私もなんか、はい、どんな形かわかりませんけど、参加して繋がりたいと思います。はい。はい、それではここで一曲、中村さんの曲をお届けします。NHK みんなの歌に採用された、クリスハート、僕はここで生きていく。お聴きください。You're tuned in to Friday Speaker. VR ステーション、ブルーム副部長のレイブンさんと電話が繋がっています。はい、レイブンさん、はい。ドローンにも力を入れてますよね。で、そうですね。昨年はどんな場所でドローンを飛ばしましたか？はい、そうですね。まあ、主にやっぱり郊外ですよね。札幌市内ではやっぱり、人口密集地帯として、飛ばすのは制限されているので、そうですね、郊外、バンケーの方だとか、石狩の方だとか、あともう遠くだと、上川まで行って飛ばしたいなとか。そうですね。いろんなところで飛ばしましたね。はい。で、やっぱり撮影もしたんですよね。そうですね。撮影もしました。まあ、撮影自体も、本当ドローン始める前は全然興味が最初なかったんですけど、すごい映像が、なんか結構簡単に撮れてしまうので、びっくりして、それにハマるという感じにはなります。なるほど。はい、具体的にはどんな感じの撮影してるんでしょうか？
そうですね。建物、建物というか、はい、回転しながら撮ったりとかすると、被写体を中心に置いて、その周りをドローンでぐるーってこう撮影したりだとか、そうですね。あとは、その、本当な景色をこう、徐々にスライドさせてこう撮るような、なんかテレビとかに出てくるような、ね、映像を撮ってみたりだとかですかね。はい。あと映画なんかでもドローン使ってる映像すごい使われてますよね。あ、そうですね。もう本当に主流になりつつあります。そして、はい、まあドローンを飛ばしていく中で、まあさまざまな場所に行くと、はい、やっぱりドローンを好きな方たちが集まってきて、はい、新しい出会いもあったと思うんですけど、はい、どんな感じの出会いがあったでしょうか。そうですね。ドローンを、一緒にやりたいという募集を、ジモティっていう、結構ローカルの SNS、ローカルな SNS の方で、はい、発見しまして、たまたま。それで、その方がたまたま近所だったので、一緒にそういうドローンを飛ばすサークルを作らないかということで、立ち上げまして、いろいろ、ドローンに興味ある社会人の方だとか、学生だとかも集めて、ドローンの飛ばす会、飛行会を、月1とか月2とかで開いてたっていうような感じですね。なんか若い人よりもそういう割と年配の方が熱心だっていうふうに聞きますけれども。そうですね。やっぱラジコン好きだった世代の方とかが結構やっぱりやってたりだとか。ね、うん、そうですね。まあラジコンに比べるとその安定性というかすごい違いますからね。そうですね。うん、あとそういうドローンのレースとかに好きな人が、まあ、車とかも好きで、それでその影響もあって、ドローンのレースとかも好きにやって、ドローン自分で作ったりだとか、そういうことをしてる、年配の方、おじさんたちがいまして、そういう方も、そのドローン研究会の方に、サークルの方に入ってもらって、一緒に、楽しくドローン飛ばしたりだとか、ドローンの SNS で語り合ったりだとか、してましたね。はい。ドローン自分で作ってる人たちもたくさんいるんですか？あ、そうなんですよね。ドローンで自作して、レース用のドローンを作って飛ばしてるっていう人たちも結構いますね。やっぱ、好きなんでしょうね、日本の方は。日本人は。電子工作の延長なんでしょうね。あ、そうです、そうですね。なんか、ものづくり好きな人たちが、そうですね、ドローンの、そういう自作して、まあ、部品集め、自分で買い寄せて作ってっていうので遊んでる人たちが結構多いです。そうだ、こう、自作のドローンがたくさん持ってきて見せてくれるとか、そんなこともあるんですよね。あ、そうですね。いろいろ見せてもらいましたね。本当小さいドローンから大きいドローンまでいろんなのがあって、すごかったですね。でもやっぱスピードもすごい出るので、市販のドローンより、はい、DJI のドローンとかよりですね、はい。なるほどね。したらよくあるその 200g 以下のものだけじゃなくて、大きなドローンもやっぱり作ってらっしゃるんですよね。あ、そうですね。作ってましたね。うん、なるほど。じゃあ、そういう、まあ、新しい、ドローンを通じた出会いがあったということですね。はい。うん、はい。そして、そうですね。8月、昨年の8月にですね。はい。株式会社、フライヤーズを作ったんです。設立しましたね。はい。この設立の目的を教えてください。はい。そのドローンを飛ばす際に、そもそもドローン、例えば買うとするじゃないですか、はい、普通の人が買ったところで、どこで飛ばせばいいのか、そもそもどこで飛ばせる、でも法律の関係もよくわからないし、そのまま結局、買ったはいいけど、家の前でちょこっと飛ばして、そのまま終わりみたいな、いう、はい、眠らしちゃうっていう人が結構多いわけですね。はい、なので、まあ、ドローンの、飛ばせる場所をネットでわかりやすく見れるようにしたら、面白いよねっていう話を、まあ、とあるイベントで出てた時に、ある方が言い始めて、で、それで、ドローン飛ばす場所をこう分かりやすくネットで見れるようにして、さらに予約もできるっていうのを作れば、まあ、ドローンの Airbnb みたいなサイトを作れば、受けるんじゃないのみたいな話になりまして、まあ、それがどんどん膨らんで、そういうサイトを、使って、スタートアップを起こすかっていうような話まで持ってって、オープンネットワークラボさんに採択されたりだとかした感じですね。はい。オープンネットワークラボの北海道ってオンラボですね。あ、そう、オンラボですね。うん、はい。そうですか。まあ、
やってみて、やっぱりそういう煩雑さっていうか、その、わからなさみたいなのがあったんで、はい。まあ、そういうユーザーの立場に立ったサービスを作りたいと。そうですね。まあ、ドローンに対する理解を広めたいっていうのもありますね。結局、その一般の方が結局ドローン全然使えない状態だと、ドローンってやっぱ怖いものだよねとか、なんか今って結構ドローンの性能がめちゃくちゃ上がって落ちにくくてるのに、ドローンってなんかよく落ちてなんか事故ったりだとか簡単に突っ込んだりするようなものでしょっていうような、イメージがもうついちゃってるので、理解を得られずに産業活用も、遅れたまま、他国に比べて遅れたままになってしまっているっていうような現状もあるので、まあそういう現状を変えたいと、もっとカジュアルなものにしたいっていうことで、フライヤーズっていうサイトを作れば、まあ飛ばしやすくなるんじゃないのっていう。だって僕らが事前に飛ばす場所を確保して、交渉しといて、飛ばせるようにすればいいんじゃないのっていう話になって。企業前だったってことですね。はい。はい、まあ、今おっしゃったように、そのドローンの飛行の申請が簡単にできるだけじゃなくて、はい、やっぱりドローンをめぐるその環境を改善したいっていうことがあると思うんですよね。そうですね。うん、やっぱり先ほど中村さんも言ってましたけども、はい、ドローンに対するイメージがね、ちょっと、そうですね。危険なものだっていうイメージがまだあって、はい。それが、いろんな規制にもつながってたりしてて、はい、なかなか、自由に、ドローンを飛ばせないっていう環境がありますよね。そうなんですね。一方では、すごい安全性が高くなってるのに、はい、未だにその、どこに取っていくか分かんないとか、すぐぶつかるとかっていうようなイメージがあると。はい、そうですね。ことですよね。はい。もともとドローンを始めたきっかけは VR で、はい、ドローンを使って撮影した映像を使って 3D スキャンをしたいっていう。そうすれば、広い範囲で一気に 3D スキャンができるっていう。まあ、まさにその、バーチャル大通り公園みたいに、その、公園一気にドローン使ってバーチャル化するとか、そういうことも可能になるっていう可能性に気づいて、ドローンを始めたっていうのがあるので、ドローンがもっと、気軽に飛ばしやすくなれば、そういう利活用もどんどん、気軽に行えるようになるので、ものすごい可能性があるんですよね。はい。はい、わかりました。そして、今年、レイブさんがそのドローンで取り組みたいことありますか？ドローン関係で。そうですね。結局去年僕ドローンの無線の免許とか取って、FPV ドローンっていうそのドローンの視点になってこう、ドローンを操作できるっていう、まあ、動画とかないと説明しにくいんですけど、はい、そういうのがあって、それを挑戦しようかなと思ったんですけど、結局挑戦できなかったので、それを挑戦したいなっていうなと、あと VR の技術と融合に何か一つ関われたらいいなっていう、まあ、フォトグラメトリーだけではなくて、その VR ゴーグルを使って、例えばどう、その、鳥になったりのかのような視点にドローンを操作するだとか、はいはい、そういう、多分技術的に融合が進んで、将来的に進んでくることは間違いないので、そこら辺に何か関われれば、まあ、ちょうどその、どっちもの業界というか、その、にも人、知り合いがいるみたいな感じなので、そのつなぎ役になれればいいかなっていう感じですね。はい、ありがとうございました。では、ここで一曲、ベッツィ&クリス、白い色は恋人の色、お聴きください。Stay tuned for more Friday Speakers.はい、VR ステーションルーム副部長のデイブンさんと電話がつながっています。デイブンさん、はい、昨年はどんな年でしたか？印象に残っている出来事ありましたか？教えてください。はい。はい。そうですね。まあ、怒涛の一年でしたよね。結局、はい、最初の頃、そうですね。一番印象に残ってるのは、先ほど、取り上げていただいたバーチャル成人式の主催の瀬戸くんに会ったことですかね。実は。そうですね。はい。はい、そうですね。まあ、瀬戸くんの、瀬戸くん実は去年の、7月に VR に初めて会って、僕が最初 VR を布教したんですけど、ブルームに連れてって VR 初めてやってもらってから、急激に VR にはまり込んで、
今、その、テレビに取り上げられるぐらいになったので、そうですね。まあ、もう本当いろいろありすぎてなんかあげるの難しいんですけど。でも、やっぱりあれでしょ、はい、ブルームができたってことは大きいでしょ。あ、そうですね。ブルームができたってことが大きいかもしれないですね。まあ、フライヤーズの件もすごいいろいろあったんですけど。はい。はい。そうですね。やっぱブルームができてから、今でもブルームすごい活動活発ですし、影響し続けてるっていう面では、やっぱブルームが一番印象に残ってる出来事ですかね。なるほどね。はい。そして今年新しく取り組もうと思っていることはありますか？どんなことありますか？はい。そうですね。新しく取り組むというよりかは、本当に今まで僕いろんなことやってきたりとか、いろんなこと考えたりだとか、いろんな場所に行ったりだとかしてきたので、はい、これらをこう掛け合わせて、新しい枠組みを作れればいいかなっていうのを思ってまして、そうですね。今も、本当ブルームだけじゃなくて、ちょうど昨日だとか、国大認知科学研究会の立ち上げに加わりまして、僕の本来の、まあ、研究テーマでもある、その脳科学のところをもうちょっとちゃんとやり直そうと思って、今、しかもそれらを、VR だとか、他の分野とも掛け合わせて、生み出せないか、何か生み出せないかとか、あと、そういう、瀬戸くんみたいに、他の人に影響を与えて、何か創発できればいいなというふうに思って、まあ僕の、まあ今までの経験だとか知識を、こう、うまいことこう、社会に還元するというか、そういうふうにできたらいいなっていうふうに思ってます。なるほどね。はい。まあ、そういう面でも、その、ブルームっていうところは、そういういろんな人たちが出会える場でもあるよね。はい。そうですね。まさに。本当にいろんな面白い方に参加していただいて、そういった人たちをどんどん活かして、面白いプロジェクトをどんどんやっていきたいなっていうふうに考えてます。あと本当に、今は本当コミュニティっていう形ですけど、ブルームの方も、その、法人化だとかなんだとかで、ちゃんと、こう、経済が回るようにして、なんか、本当に、ちゃんとした独立した事務所というか、スタジオみたいな状態にしていければいいなっていうふうに。まあ、自分自身も、未だ実家暮らしなこともあるので、本当に自立した生活を送れるように、今年は、あ、そうですね。そこが最大の目標ですね。なるほど。はい。ちゃんとその自立して生活できるようになるようになりたいなっていう。まあ、いまだに親にお世話になってばっかりなので。まあまあ、大学生だからね。そうですね。大学生なのもあるんですけど、でもなんか、それ、まあ本当にいい仲間が集まりつつあるので、本当に、その人たちと一緒に、これからの世界をこう、渡り合っていきたいなというか、そう、なんかいろんな、そうですね。なんか、瀬戸くんとかも、その、コロナで、もう大学行けなくなって、もう家にずっといる状態になって、すごいつまんない状態になったりとか、まあ、これがどうしていけば変わらないというのは不安もあったと思うんですけど、そういう VR に会うことによって、こう、今本当に生き生きとしていろんなことをやっている状態なので、まあそういうふうになんかいろんな人に希望を与えられるような存在になりたいなっていう感じですね。なるほどね、はい。まあちょっと臭いことかではありますいえいえ。でも、まあ私も、レイブさんとお会いして、ブルームを知って、すごくいろんな可能性を感じてるので、はい、レイブさんはそういう様々なその領域のものをつなぐっていうのがすごい得意な方なんで、はい、うん、すごい期待してますし、はい、またいろいろやりたいなというふうに思っています。はい。まあ、それで、まあ私はですね、実は、ミラーワールドっていうことをすごく、ずっと考えてきてたんだけど、はい、昨年、割と、大きな大手のっていうか NTT がですね、はい、VR 空間で、ドアっていう、そういうサービスを始めましたよね。はい。で、ここを、まあ、VR 空間っていうのは先ほど言ったようにいろんなところが作ってんだけど、この NTT がその、作ったっていうところが、すごい、なんか、しかもですね、はい。私が、常々思ってた、WebVR っていう、ハブズっていうものをベースにして作ってたっていうところが、すごい、はい、嬉しかったですね。はい。まあ、ここですね、実は、
最初入るとですね、NTT の宣伝の場のようにあのニュースとかね、なんかあるんだけども、はい、あの自分たちで個々人がですね、小さなワールドを作れるんですよね、カスタマイズして。で、クラフトルームっていうところを押すとね、はい、ひな形が出てきて、そこに、いろんな、自分がのパソコンの中に入ってたり、あの、インターネット上にあるものを貼り付けたり、はい、動画も含めて貼り付けたりすることができるんで、すごい面白い、サービスを始めたなというふうに思ってて、すごく期待してます。はい、あの、破物についてはね、割と、可能性はあるんだけど、使いにくさっていうのがあったり、分かりにくさっていうのがあったと思うんだけど、はい、ここのそのドアっていうところを使うと、なんかこう、破物の可能性みたいなのが分かるんじゃないかなというふうに思って、ちょっと期待してます。はい、そうですね。うまくローカライズされているような感じですよね。そうですね。はい。そして、ミラーワールドといえば、その国土交通省がなんと、その、プロジェクトプラトーっていうポータルサイトを12月の23日公開して、はい。で、ここで 3D の都市モデルの活用を打ち出して、なんとオープンデータ化を打ち出してるんですよね。はい。で、ここは私はすごい画期的だなというふうに思ってるんですけど、うん、デイブさんも、これ知ってどう思いましたか？はい。いや、でもまさか本当に国主導でやるとは思っていなかった分野ですよね、まさに。そうですね。やっぱコロナの影響が大きいんですかね、やはり。将来性にやっぱり国の方も気づき始めるほど、やっぱミラーワールドというのは、将来的に、その、いろんなことに使われるっていうのが、認知されてきたっていうのの裏返しなのかなって感じます。そうですね、やっぱり、まあ、計画自体はあったと思うんだけど、それが、はい、実行に移せたっていうのは、やっぱり、周りの環境が一気になんか変わってきたっていうか、はい、そういう感じがしますよね。はい。ね。まあ、例えば、その、バーチャル成人式の時も、大通公園の、そっくり、バーチャル化された、ワールドを使ってるんですけど、はい、それはあの、前輪さん、地図とかのデータを手掛けてらっしゃる前輪さんの方で、誰でも使っていいよっていうふうにネット上で公開している大通公園の、まあ、大通公園以外のところも、札幌市全体、ほぼ全体をこう取ってるようなデータを使わせていただいて、それらをこう、成人式の会場にこう、ブラッシュアップして、やったという感じなんですけど、それと同じようにその国でもしその本当日本全体をバーチャル化するようなことができるようになれば、それを使っていろんなバーチャルイベントだったりとかゲームだったりとか、あと自動運転の訓練、まあ、学習に使えたり、シミュレーションに使えたりだとか、そういういろんな本当にいろんな分野でそのデータが利活用されることにつながるので。まあそういった分野で日本が世界より一歩リードするっていうのにきっかけになるかもしれないという、すごい面白い話なので。そうですね。で、まず全国の50都市の 3D の都市モデルと、それからそれに付随するデータが公開されて、4月以降にそれが全部オープンデータ化されるんだけど、はい、もうもちろん札幌市がですね、50都市の中に含まれてるんですよね。はい。だから、本当にそれができてきたら、いろんな風に活用できるんで、はい。そうですね。もう早速活用したいですよね、なんか。そうですね。いや、本当にそう思いますよ。うん。はい。まあ、今年もよろしくお願いしますね。はい。ということで、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、またスタジオにお越しくださいね。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ここで一曲。ビリーバンバン。白いブランコ。お聴きください。